せーの、パパのビーズですっていう風に企画に行きたいんですけれども、先生ちょっとあの全身公開する私せやんな、一旦ちょっと私、田中がです、めちゃくちゃ声かけてくださいみたいな、もう今のところここまで電車で来たけど、私何にも誰一人声かけられない。はい、ということで今日はですね、今こちら斉藤ステーション、今日は1万円でどれぐらい商品をゲットできるかという企画でございます。初めてです、チブラ系でたまに寄るとかはあるけど、そうゲーセンになんか特化して企画を取ったことがない。あります。あったっけ、何ゲーセンで取ったもので1日過ごす。ああ、あったか、そんなこと。今回1万円とか使うことが人生初めてやから、その YouTube ドリームでまた子供の時の夢がまた一つ叶うということで、僕全種類だって人事に叶ったから、やりたかったと。なので今回はゲーセンの UFO キャッチャーバージョンで行かせていただきたいと思います、はいはい、楽しみ。じゃあ早速ですけどやっていきましょう、はい、今日は1万円なのでお互い5000円、はい、5000円分それぞれ、イエーイ、セックスじゃなくて協力で、うん、協力で2人でどれぐらい、ちょっとあの人事ほんまにちょお手柔らかにお願いします。田中がすごい得意な反面、私はめちゃくちゃ不得意なので、ごめんね。原理を理解したら取れるようになるほんまに、うん、今日じゃあちょっとここにコツ掴んでちょっと後半追い上げるとか、もしかしたらそういうストーリーがあるかもしれない。ほんまにな。じゃあ早速やりましょう。はい、見てお金の猛者やよ。ほんまにな。いきましょう、はい、何狙い、何が置いてあるかがまず私は把握しないので。風花ちゃん、あ、すいません、ちょっとあの喉が渇きまして一発目にまさかのこれから使うお金どっちからどっちからどっちからの、あんたの財布やな、僕が使うわけなかと。ラッキータイム、何を、何を、あ、こういう系行き、こういうのいい、こういう系、食べっこ水族館狙おう、はい、はいはいはい、お、田中がこれ、いけるから狙いを定めました。これめっちゃむずいの、初めて一旦やってみるわ、どれぐらいのものか。頑張り、あ、ちょっと待って、これやらかし、え、これ何、これ、これ入らへんね、多分入るかな、入った、オッケー、ナイス、あ、穴に入れんねや、これ、そう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 、これを地道に繰り返すってことです。はい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 、そういうことやから、このぐらいで、いや、もうちょいこっちでよかったね、今。うわ、無事地道な作業、地道どうする、私これで5000円使ったらほんまにいい加減にして絶対 YouTuber やめた方がいい。せやんな、あ、これまたもうちょっと、もうちょっと左や、うわー、ミスってるわ、やんな、え、欲しい品があった、ここかな、これやりすぎ、あー、やりすぎた、先生これ諦めの境目がわからんねん、意外と開かんね、アームが。どうするか、諦めた方がいいかな、使いすぎ、一旦ちょっと簡単なものを取って調子に乗って、でもう一回戻ってくる、最後ちょっと今回のボスにしよう、これ待ってね絶対そのまま待ったけど動くんじゃないよ、いくよ、あんた負けてんで、そうよね、取れてないね、うん、取れてないねんで、そうそう、え、なんかおもろそうなんで、これスープバスターはあるけど、その方行くじゃなんかぐるぐる回ってる、これは確かにちょっと、え、これ簡単じゃない、ね、ちょっと朝ごはんね、ちょっと撮影前になんかおはよう言うて朝ごはんに、あ、いいや、このさ、黄色、黄色がそう、来るときにポンって押せば、リズム王のジンジンやで、せやだ、確かに、あ早すぎやし、一旦ね、一旦ね、カメラのみんなも追いついて、まあ、この100円ってあのね、UFO キャッチの100円、あんたどんだけ入れ、間違えちゃった、じゃあやって、はい、頑張れ、あ、惜しい、え、なにこれ、うわ、え、これどうやって取んのやろ、ね、むずいね、え、意外とむずくね、むずっ、むずっ、あと2回やで、あんたこれ取れへんかったら、むずっ、あ、いけ、いけ、え、これさ、押しっぱ、もしかして違うよね、いくよ、いくよ、あ、おぉ、え、意外と落ちひんタイプ、終わり、いや、この商品はこれ、今やで、諦めんのはやりすぎやで、あんた逆に800円のクリームパスタやで、あんた味わって食べれるやないの、ちょっと私たちこの企画向いてないまたこいつや、一回やってみる、私これはいける、まあんたあかんってこれ、いける、あんた合わへんやんか、違う、いけると思ってたらいけんねんって、いける、いけへんわ、いけへんわ、ミスったわ、何やってんの、黙れよ、さっきあんな簡単そうなやつで800円も使って、何やってんの、800円も使いやがって入るやろ、そこ入るよ、出すよな、入るよ、出すよな、入るよ、出すよな、全部いけ、ガッサッといったれ、
ガサッといけ、ガサッといけ、なんでうわ、重たいんやこれ。まだ300円やから大丈夫いったね。木髪いけ、そこ、そう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 、ラッサーメンちゃん入れろ、入れ、ガサッといったれ。あ、いやこれむずい、 あと1回いきたい。あ、いけてる。 あ、でもギリギリギリを攻めてくれた。あ、いいよいいよ、ナイスナイスナイス。あ、そこ入らなくてもいいよ、下入ったら。取れよ取れよ取れよ、ソルトの、そうそうそう、おー一番大好きな、ナイス。とりあえず、ね、私たちまでさ、こんだけさ、多分2000円ぐらいも使って、まだこのポッキー1個しか取れてない。協力プレイ頑張る。モンスター行っていい？あ、モンスターいいよいいよ、ね、好きな味が、あのピンクなんですよ。あ、じゃあ、あのピンク狙いよ。せーの、いけ。え、何知ってるの？そっち全く違う動きしすぎて、ほんまにちょっと反応にも困るぐらいのアームの動きやった今。さて、どこを狙っているでしょうか、ジンジンさん。ど真ん中、何にもない空中を狙っていきました。ほんまに下手くそすぎる、どうする。あ、いいんじゃない、いけいけ、いいんじゃないね、がっつりすぎる。あ、でもいいよいいよ、パンとやったら。あ、そんなことない。お、取れた、うるさ、よかったね。お目当てではなかったですけれども、イエーイ、よかったね。じゃあ、私、まだ一つ目、やっと2つ、それぞれ、こっかよ、こっからスタートライン。ちびお玉が欲しい。おきます。あ、前すぎた、いけるか、入れ、うわやめよ。泣いてんね。あ、お前はみたらし団子でも食うとけ。ここからお餅をやって、あのきび団子や、間違えた、みたらし団子じゃん、きび団子って言って、言い直し、言い直してあげや、そんなみたらし団子って言って、あの、お前は自分のほっぺたから取ったきび団子でも食うとけ。いきましょう。なんやねこれ、残念。激甘設定だやで、初心者におすすめ。ほら、もうあんたのためのダイヤ、こんな、こうやって、うん、そう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 、こうね、それの位置を調節する、こうね、うん、あ、こういう、こういうので、あの、はい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 、徐々にずらして、だからどっちかの突っ張りに寄っちゃっていい。ど真ん中じゃなくて、多分奥の方がいいと思うで、横から見たとき間違えちゃった。あ、そうね、間違えた、間違えた、分かるよ、うん、ここやし、うん、これを滑らすかな、取れよ、あ、押し込め、押し込め、押し込め、もう普通に押し込んだら取れる、これ取れんかったやばい。そう、あんた突っ張りあるの分かってる、なんでそうなって、マジもったいね、この200円、300円、みんなイライラしてると思うよ、分かる、これ多分イライラする、なんでイライラしてるでしょ。日頃のストレス社会、学校での友人関係、勉強、共通、全国テスト、イライラしてるでしょ。だから今からそのイライラをスッキリさせる一瞬を見せてあげるよ。じゃあ早押してください。まあそうでしょうね。イライラするでしょう。ストレス社会。これで、ほら。やっていった。あの、視聴者さんは何分この台を見せられるんでしょうか。2500円ぐらいなんて使って、いいですか、いったすっごい、下行こう、下行こうか、そうで、うん、下の方が多分簡単なやつ多いと思う、はい、1階にやってまいりまして、やっぱ初めに私たちは1階に来るべきだった。待って、SNS で話題だった、あんたこれ100円取り、はい、これ簡単設定やっちゃう、あ、いいね、もう100円、はい、はい、行きます、元取ってこ、こから、確かに、おい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 、いや、そうそう、時間ありますから、あと10秒ですよ、あなた、あ、そうそう、どれ取るんですか、風取れるのか、ちょっと何して、何して、ちょっと待って、取れる取れへん、一回置いといて、一回あれ見たいからやらん、いけ、お、取れた、間違えて触っちゃったみたいな感じで、あって、長押しするね、じゃあ一回長押ししてみる、せーの、あ、いけの、え、だからそういうことすごい、あんたのためのやつみたい、せーの、うん、そういうことで、え、取れ
食べたいよ。ベッドさん、マックのポテトと同じ値段やん、400円。マック目の前にある。食った方が早いってこんな。マック食べたい。いくよ。はい、取れた。ちょっとこんなことある？来たと思ってんけど。はい、ということで店員さんに言ったところ、ゲット判定でポテトいただきました。やべ、お菓子系は私これと取りたい。円の黄色い部分のみ狙えます。そうなの。え、これを狙えばいいんやな。そうです。はい、はい、はい、え、なんで3、2、1、はい、はい、え、どこどこ、え、これほんま。はい、はい、あ、なんでコンビニ行くわ、別に。ビミちゃんにちょうどいいのある。あ、いいよ、かわいいか。下の、え、あのピンクめっちゃ可愛くない？あの花何？可愛い。頑張れ。あ、いけ。嘘。いけるよ。なんでやねん。うまそうやね。一旦こっち行ってみるわ。超激甘設定やって。あ、これは何？100円で3回か200円入れるわ。プラス先に通すことを考えるでいい。え、少なそんなあの明らかにとかあんの。あ、でもこれ2個ってことはあんまこっちばっか選ばやりすぎてもって感じか。おお、すごいすごいすごい。おお、どうやろう、どうどう、そこって意味ないから、いけ。こっちだ。あ、そういうことか。はい、あ、でも奥行くしかないから。でもまだこれ600円やから次お願いしますですよ、そら私の気持ち。あ、いけるんじゃない？これ多分あ、これ取れるんじゃない？あ、取れた。やっぱ取れたよね。やったー、100円で取れた。おじいちゃんが取れました。やったー。これで今日のやつチャラ収穫。うん、これでチャラですもん。すごい。はい、ジンジンさん、簡単設定どう？簡単設定でこのトイストーリーのね。トイストーリーのロッツォ。ん？お、いけるよ、いいんじゃない。お、取れた、ナイス。おめでとうございます。おかえり、我が家ようこそ。あんた残りのお金どんぐらい？せーの、700円。いい加減にして。あらしばだあります。1階にもう一回戻ってきまして、お菓子をもう一回頑張りたいんですけど、うまい棒因縁の対決しようと思ったら、なんと激甘設定やから全員に取られておりまして、もうないです。じゃあちょっと店員さん呼んで入れてもらいましょう。余裕だよ。あれ、こっからどう取るかいで。逆なんよな。棒です、これは。はい、ジンジンさんの手持ちが残り300円に。さーて、どうなるか。真ん中を攻めました、最後。ということで、この対決、うまい棒の勝利、おめでとうございます。え、どういう取り方がいいんかな。一回右側の前を私やってみてもいい。これにだって4000円ぐらい吸い取られてる私たち。え、やめよ。さあ、ジンジンはもう全部なくなって、田中側は残り、まだある1000円ぐらい。はい、ということで田中がこれ取れたらマジかっこいい。うわー、どうかなこれ。やっぱそうやな。一旦ね。500円どう使えばいいんかな。あの箱とか押してみたりとかすればいいかな。箱押しする。一回ラストやけど箱押してみて。はい、意味ないか。あれか、正解はあれやったんかな。めっちゃ動いた。だけどちょっと自腹を切ってでもやっていい。もやもやせん、このまま終わんの絶対嫌。1000円プラス1000円プラスでもうちょい引かない。そうやな。え、もうさ引かれへんくなっていくの。え、届かんかったよね、今箱に。え、じゃあどうやって取るんこれ。コツみたいなのあります？店員さんにコツを聞いたけど、緑狙うしかないらしい。これペランってなるやん、どうせ。どうしよう、もう1000円なくなった。普通にもういっぱいうちだね、たくさん取れたから。まあね、実力
は今とここういうことリアル素人のあの1万円分こんな感じでキャーキャーワーワー騒いじゃったぐらい楽しんじゃって、ね、本当にもっとなんか上手にしたいなとリアルに思った。それはそう、駅で友達と待ち合わせする際はあの集合時間の30分前とかに早く来て、ほんまに来んねんな、ちょっとあのゲーセンでやってから、あ、ほんまに行けよ、ヤッホーって、で遊ぶ時粉持っていくやばすぎやろ、リベンジしたいなと思いました。ちょっと難しすぎた、思ってるよりも、まあ、とりあえずでかいの取れてよかったって2人とも、取れたからよかった、最高、はい、ストレスが溜まった皆様は本当に申し訳ございません。こんなイライラする UFO キャッチャーの動画ないと思う。ごめんね、人事そこじゃねえんだって思ったやろ、ごめんなさい。いやでもね、これはしょうがないです、すいません。やっとね、特訓するね、さよなら、さよなら、バイバイ。